人格者というのはね、うん、常識的で保守的なことしか言わないから、うん、本当に困った時にその言葉は役に立たないとううリーダーの一番の武器はやっぱ言葉じゃないですかでも個人的にやっぱり面倒見がいいのは大事ですねコントロールは短期的には効くんですけれども、うん、離職率が高まってしまったりいに、うん、にはなりにくいですね、うん、え皆さんこんにちは「文藝春秋」の新谷学です。 いい、えー、いつも文芸春秋電子版のオンンライン番組をご、えー、ご覧いただきまましてありがとうございます今日はですねゲストに、えー、伊藤忠商事代表取締役会長 CEO の岡藤正弘さんと脳科学者の中野信子さんをお迎えしまして <laughs>、えー、今日のテーマはですね、えーまあ、ちょうど折しも自民党の総裁選がありアメリカの大統領選ありますけれど、まあ、愛されるリーダー、うん 尊敬されるリーダー、ダ仕事ができるリーダーってどんな人だろうかということについてですねまあ小川さんにはご自身の体験をベースにで中野さんには脳科学を含めた科学的な見地からお話を伺ってまいります。えーまあ、まずですね最初に実はこの3人が昨年の3月に首相官邸に乗り込んでいきまして。 まあ当時のと言いますけど岸田首相と共に少子化対策をまあ語り合うという企画を「月刊文藝春秋」昨年の2023年5月号ですね「日本復活への道」というタイトルでやりましてでまあそれかなり異色の提談で中野さんに岸田首相と岡藤さんのノウハウを図っていただきながら、え。ー お話を伺うというかなりまあ面白い企画。当時私編集長だったんですけど、面白い企画をやらせていただいて、岡村さんのノウハウがすごかったんですよね。すごかったですね。ちょっとめったに。うん 岡 <laughs> さんしかああいうパタ, <laughs> ターンはいきなり測り始めた途端「岡藤さんのノウハーやばいです」って岡藤さんもちょっと心配になって <laughs> 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 ちょっと、まあ、ちょあの4電極しかないので簡易的な計測ではあるんですがドロックスキューズ付きなんですけれども、はい、あのちょっとこう。 透水管と言いますか、ちょうどなんかビジネスの話になって。お金をいかに稼ぐかみたいな話になったら、みるみる紫色がぶわっと出てきて。なんか恍骨感、透水管、透水管、あの、あ,あの、迷停状態でした。そうですね。 酔、まあ、っている時によく見られる動画なんですけども <laughs> あのでもビジネスのこと本当にお好きでいらして、うん、あの楽しんでやってこられたんだなっていう感じは受、うん、けまして、うんはい、すごい人。 やっぱり世の中にはすいい人がいるな中野さんが思わず「岡藤さんどんだけお金儲け好きなんですか」みたいに口走って <laughs> 岡藤さんが「いや金儲け嫌いなやつおらへんやろ」みたいな <laughs> それを首相官邸でやってるっていうのがかなり面白くてしかも岡藤さんの <laughs> ノウハウをこう測りながらです、ね、<laughs> やってるシュールな絵でありまして <laughs> 確かに <laughs> これ文系春秋電子版の会員の皆さんはですね <laughs>、うん、その時の動画もご覧いただけますしバックナンバーでええー 当時の記事この日本復活への道ですねこれもご覧いただけますので是非お読みいただきたいなと思うんですけれど実はこの座談会の中で一番最後のところでえ中野さんの方からですね実はものすごく気になるご発言があってえまあ実は脳科学を含めた 科学的な知見としてはどういう人が尊敬されるのかについてはすでに結論は出ているのですとそれはお金を出す人ではないんです2つありますと1つは暴力を持っている人。